はい、梅です。どうもどうも。今ディズニーシーのですねシーサイドスナックスに来てます。こちらのですね、浮き輪まん、こちらを食べてみようと思います。実はですね、浮き輪まん俺食べるの初めてなんですよ。びっくりでしょ。すごい、15年、ディズニーシーできて15年なのに浮き輪まん食べるの初めて。わかんない、昔ね食べたことある、食べたような気もしなくもないんだけども、でもほとんど記憶にないので、おそらく俺ね、多分俺食べたことないと思いますので、初めて食べてみます。行ってきます。はい、買ってきました。なんとキッシーがいます。なんとキッシーとショコレモです、はい、いやー、これ浮き輪まん、浮き輪まん実は初めて。この今キッシーの顔、熱い、あったかい、熱いんだね、浮き輪まんって。浮き輪まん大好きなんです、僕。本当に、はい、一時期、春イベかなんかで、浮き輪まんにもう一個ついてる、あ、なんかあったね、ピザのあったあったがあった時期もありました、イベントで。このドナルド可愛くないですか。ドナルドなんだ。ドナルドの浮き輪まん、ちゃんとドナルドが浮き輪からこうやってウェーってやってるように見えるんだ。後ろはちゃんとお尻が、本当だ、可愛くないですかこれ。可愛い、もうめちゃくちゃ可愛くて、もうワンデーの頃からずっと食べてます。あ、そんな好きなんだ。はい、俺ね定番メニュー意外と食べてなくて、シーソルトドッグ、シーアイス、シーソルトアイスも食べてないし、そうなんです、ね、うん、あと餃子ドッグも相当後だった食べたの。あ、へえ、でも僕はあのおすすめ、ワンデーさんにおすすめのレギュラーフードも第1位で、これ1位これ。まあ気持ちはわかる、俺もおすすめフードあるから。あったかい、ってか暑い、まず。そうですね、夏はこれダメだね。あ、冬は大人気なのわかるな、列がすごいもん。そうですよね、10分くらいでしょ、10分くらい、あとすごい暑くて、この赤いのなんだろう、これハム、なんこれ、こういうもんなの、こういうもんの、はい、いただきます。いただきます。え、これ中何、エビです。エビだ、エビマンって感じ。そうですね、ほんとね、はい、全く初めて行くと、はい、シューマイみたい、中。あ、そうですね、中シューマイみたいで、でね、醤油が欲しくなるね、ちょっとだけ。でもマンだね、マンなので、もう一回いい、はい、エビシューマイって感じ、うん、美味しいね。めちゃめちゃおすすめなんですよね。ありがとう。まんっていうから、あんこかなと思ったら、あんこじゃないんだね、普通の中華まんだね。そうですね。へー、うまい。肉まん、エビシューマイ、エビシューマイ肉まん、エビシューマイ肉まん、うん、お、あんこ、いただきます。これで500円のありだろ。いやもう本当にいいですよこれ、ラジ、はい、アトラクション並びながらとかでも全然行けますね。でもこれ、はい、餃子ドッグと双璧をなす感じだね。多分ちょ系統似てるよね。似てまいります、うん、餃子ドッグは本当に、中のあんが、あの豚肉、餃子、餃子ですね、あっちは本当にあの酢醤油というか、ね、あれ醤油が欲しくなりますけど、これはこのままで全然。どっちがイキッシーは、これと餃子は断然こっちです。なんでエビ好きなんで。いやまあそうだよね、エビがプリプリだよね。はい、エビうまい。このケープコットとポートディスカバリーのなんかこう、間にあるじゃないですか。わかる場所がちょっと結構マニアックというか、これ昔違ったよね。昔エビ、ここね、エビってなんかパンかなんか売ってて、こう浮き輪まん売り場じゃなかった気がする、昔。あ、そうなんですね、で浮き輪まんってこれここだけ、はい、ここだけです、市の中で。はい、マジです。餃子ドッグ、昔さ餃子ドッグのさ、はい、1店舗だけだったんだっけ。そうです、ね、餃子ドッグが一番最初に出てたノーチラスギャレー、いや、あそこリフレッシュメントなんとか、ああコーナーじゃなくて、なんだっけ、それランドです。
あそこのさ、はい、マーメイドラグーンに向かうあの滝のとこ、滝のとこ、あそこのさらに前、うん、違う場所だったような気がするんですよ。まあでも途中からそこになって今は餃子ドッグはノーチラス、ノーチラス、うん、なんかねボルギアにあるから中華わかるんだな。そうです、ね、これアメフロのケープコットとさ、はい、ポートディスカバリーの中間にあるのがまた面白いね。そうですね、うん、もうケープコットの漁村のイメージ あのドナルドのボートビルダーのイメージですよね。これただ、まあ、エリアは違います、ね、エリアが違うんだよね。ただずまいが、はい、なんか繋いでるよね、はい、クレオールメニューって、クレオール、クレオール、まあ、今風で言うとあれですね、創作料理。そうそうそう、はい、なのでね、まあ、クレオール料理とは言わないまでも、はい、なんか異なった文化が交わったまた独特のメニューだよね。創作料理に近いというか、はい、こんな感じでいいね。このアメフロミもあって、うん、あケープコットか、ケープコットミもあって、はい、ポートディスクバリーな感じもして、あと中華、うんうんうん、ボルケーニアのあの中華な感じもして、そうですね、うん、すごいあのディズニーシーらしいね。そうですね、これディズニーシーにしか売ってないんで、ラブには売ってないんですよ。でもね、いやいつも並んでるから、うん、いつもスルーだったんだけど、はい、意外と早かった。回転がいい。そうですね、メニュー1個しかなくて、はい、ドリンクもこのカップドリンクとペットボトルだけだから、はい、早い早い、うん、こんな感じです。おお、かわいい。だってレジも皆さん1つ2つって数しか言わない。ああ、これいいね。これドナルドとインスタ映えじゃないですけどね、みんな撮ってる。うまかった。はい、おすすめです。レギュラー、いい、ね、レギュラーフード、レギュラーフードって言っても本当にいっぱいありますからね。あとこれ場所もいいね。このね、今後ろにトランジットスチーマーラインがすごい通ってるんだけど、はい、今逆走中ですね。そっか、ちょうどショーの関係で。そうですね、でも右手がね、はい、ケープコットの灯台で、はい、左側のソームライダーの誘導灯、はい、いいね。で、バインディング、あのネギモのシーライダー、はい、もうここから撮るあの夕焼けの写真がすごい好きで、太陽が、はい、ちょうどあの辺沈むの、もしかして。そうなんですよ。へぇー、ここ本当に多く撮影に来ると1時間ぐらいずっといたりします。いいね。あのソームライダーの誘導灯もあれでしょ、また復活したんでしょ。みたいですね。なんか復活というのか、ね、前からあったっけ、なくなっても、なんかなくすのかよくわかんないですけど、なんかそんな噂ばかりが。でもついてるよね、夜ずっと、うん、いや、はい、でもあれはストームライダーここにあったって証になるのでいいよね、うん、だって今初めてシーンに来た人がさ、はい、あの誘導灯のビーム見てさ、 あれ何ってなったのに、いやここにはなストームライダーっていうアトラクションがあってな、はい、であのストームライダーが帰ってくる時の誘導灯なんだよ。要はアトラクションなそのものなくなっても、はい、この世界観、この世界には存在してるわけだからね。そうですね、うん、だからあの誘導灯1個あるだけでもさ、はい、やっぱソムライダーはみんなもこの中残ってんだって言えるので、いいよ ね、うん、いいいい、この景色は本当にいいですよ。はい、ありがとう、浮き輪マン、うまかった、はい、あ、めちゃくちゃ美味しくて、ね、キッシーいなかった多分これ今日これ食ってなかったありがとうね。いえいえ、とんでもないです。うまかったんでおすすめです、はい、ごちそうさまです、はい、キッシーもありがとうね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあねー。